FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。こんばんは、松岡義嗣です。こんばんは、文学部出身のアシスタントの日本放送アナウンサー吉田久美です。はい、なぜこう分離をいきなり気にしたかというと、はい、松岡君はかつて自動車整備士を目指していたということは、はい、やっぱり理系寄りですか？そうですね、まあ、理系寄りだったような気がしますね。子供の頃得意だった科目とかは？理科。あ、理系ですね。やっぱり理系ですね、それはね。そうなんです。このソードアートオンラインシリーズ、2021年にもですね、はい、プログレッシブなアニメ映画化も決定していますが、主人公キリトを演じている松岡君、はい、メインパーソナリティをお迎えしたところ、ソードアートオンライン自体が IT 技術を先取りしたストーリーであり、はい、松岡君は大の車好きで自動車整備士を目指していたということもありまして、はい、今日本で唯一の理工系ラジオ、はい、だと我々は辞任しております。誰から言われたわけでもない。はい、言ったもん勝ちですね。言ったもん勝ちです。理工系ラジオだって言ってたら、理工系のメールが届きました。こちらはラジオネームあきらさきみさんから。どうもございます。ありがとうございます。ほら、1月最初のゲストに野島健二さんがいらした放送で、はい、野島さんの回ってブリも引き出しましたし、ね、こっから先の話も引き出しましたし、ね、重要な分岐点だったんですね、番組的に。野島さんが大好きだというプログラミングの話をされていたので、いても立ってもいられなくなってメールしました。あらららら、はい、私は IT 系の仕事で、はい、プログラムを書く仕事をしています。あ、素晴らしい。仕事に恵まれて、組み込み系といわれる機械の中に入れるプログラムからサーバーで動くプログラムまで幅広く経験させていただきました。野島さんが綺麗なコードは速いとおっしゃってたと思いますが、これは組み込み系といわれる機械に載せるようなプログラムほどそうなります。この辺まではギリギリ耳で聞いてわかると思うんですけど、たった一つのコードでもこれをアセンブラに展開したときにどんな命令語が利用され、それが何ステップになるかでコードの速度が変わるんです。はい、この辺もほぼほぼ詠唱ですよね。わからない。そうですね、エンハンスアーマメントみたいなもんですよね。あ、そうですね、それを多分エンハンスアーマメントみたいのは、それをまとめて一言で言うとエンハンスアーマメントみたいな、本当にコードだと思いますからね。で、最近は使う機械の性能が上がり、CPU やメモリを大量に消費して動作させることが可能となったため、コードをあまり追求しないケースがあることは事実です。ほう、でもプログラムコードは綺麗な方が不具合なども少なくなりますので、綺麗なコードを書けるように心がけています。素晴らしい。 SAO はさまざまな IT 技術を先取りした情報が含まれるアニメで大好きです。これからもますますのご活躍お祈りしております。なんか文面の書き方から伝わってくる感じもなんか知的な感じしますね。いや、知的というか、 なんか理工系な感じが、プログラマーの人に言わせると、文章もプログラムだと、おっしゃいますよ。そう、見習いたいです。僕全部コメントお願いしますって言われても感情的に全部書いちゃうんで。それは声優さんは感情のお仕事だから、感情を扱うお仕事ですから、むしろその方が、たまにマネージャーさんからな、何書いてるのか分かんないみたいなと言われます。文字で書き起こすですね、何かが抜けてるみたいな。まあ、でもそれはほら逆にこう感情的なプログラムって書けないんで、怒りを感じるプログラムを書いてくださいっていうのはプログラマーの方に頼むことじゃないですけど、声優さんは怒りの、ね、感じる演技をしてくださいってそれ頼まれますよね。っていうそしたらもうすぐやらなきゃいけないですからね。そうですよ、この綺麗なコードを書いてくださいっていうふうに言われたらプログラマー書かなきゃいけない、もうそれはそれぞれのプロフェッショナルがいらっしゃるということですけど、これすごいですね、はい、これ綺麗に書くってことはちゃんとこう整列されてるってことですもんね。そうすると不具合も見つけやすいってことなんですかね。他の方が見てもちゃんと手を入れられるとか、なんかいろんないいことがあるわけです。不具合ももちろんそうですね。こうずっと綺麗な文章が続いていたら、なんかここだけ不自然さないですかって感じるのと同じですよ。あ、確かに、よく僕も台本で感じます。おお、パーって見たら、
あれここ変じゃないですかっていう、まあ、僕あの本当にあのこうなんかこう感情の流れで喋っていくとどうしてもおかしい箇所が引っかかるんですよね。あの今までなんかすごい怒ってたのにいきなり機嫌よく笑ってないこいつみたいになるってことですね、とかなんかその 文節のなんかこう切り替えであったりとか間につけるものがなかったりとか、僕そういう時以外はあのここおかしくないですかって言わないんですよ。整理がつくんだったらこのままでいけるでしょって思うんで、整理がつかなかった時だけすいませんここおかしくないですかっていう、ただたまに自分でもあの何がおかしいのか分かんないんですけど違和感だけ感じるっていうことがありまして、読んでておかしい、でもなんでおかしいのかが分からないみたいな、そういう時はどうやって制作側の方に提案するんですか。あのまず周りの共演者みんないる現場だったらあの、まあ、例えば信長がそこにいたとしたら島崎くん ね、ね信長ここなんか変じゃないって聞いてみたら、あ確かに変だわって言って、俺何が変なのか分かんないんだよねって言ったら、これこういうことなんじゃないっていう、で信長とかいろんな他の人に聞いて修正箇所を聞いてから、あのすいませんここ変じゃないですかねっていうのを向こうの、 あのスタッフさんのいるブースに、投げかけさせていただいてるっていうのはよくありますね。あでも昔聞いたことある、昔なんかあのこうどうしたってキャラクターがいっぱい出てくると、時々こうほらセリフ あの主語が間違ってる、っていうのとかあったじゃないですか、それに全スタッフの中で気づいたのが戸松さんだけっていうの聞いたことあります、そうなんですよ、そういうのあったりする、そ役者さんってそういうとこ敏感だからっていうのを聞いたことあります、職業病ですよある意味。いやでもそれやってみんなで作ってるわけですよね、みんな自分の得意なところにこう全力を上げて、そして、理工系メール2通目は濃いですよ。なんか広島県の、18歳ズーさんからいただきました。ありがとうございます、はい。私は大学1年生で、卒業論文の作り方を学ぶという講義を受講しています。ほう、1年生の段階でももうすでに、学んでるんですね、卒業論文の作り方。そこで私たちの班では AI の感情について論文を作成することになったんですが、AI のことを調べていた際にSAO にも関わるような計画を見つけ驚いたのでメールしました。すごいぞ。お二人は内閣府が掲げているムーンショット型研究開発制度はご存知でしょうか。初めて聞きますけど、僕はムーンショット型、月を撃つって言いますね、日本のさまざまな課題の解決を目指し創立された制度なんですが、その中に2050年までにAI とロボットの共進化により自ら学習行動し人と共生するロボットを実現という目標があり、それを実現させるために2050年までに人が違和感を持たず人と同等以上な身体能力を持ち人生に寄り添い一緒に成長する AI ロボットを開発するという記載がありました。ほう、初めにこれを読んだ時私はまさにアリスのことだと思ってしまいました。少し先の話ですし技術面からしてみるとすでに AI に搭載している技術とは違うアプローチをする必要があると思うので難しいかもしれませんが、アリスのような AI が現実世界に到来するのかと思うとワクワクします。それと同時にソードアートオンラインアリシゼーションのような AI をめぐるテロが起きず人と AI が共存することができるのだろうかと不安な気持ちにもなりましたということなんですが、来ましたムーンショット目標、3、2050年までに AI とロボットの共進化、というはあ、なるほど。だからちゃんと考えだからあのソードアートでも割と政府の人登場するじゃないですか、菊岡さんはじめ、あの割とソードアートオンライン絵空ごとじゃないんですよ本当に。そうですね、まあただ、人間には実現不可能だと思う技術として言うんだとしたら多分ソウルトランスレーターですよね今のところ ね、人間の魂のコピーは多分できないと思うんで、だからどっちかっていうとユイちゃんに近いんじゃないですか。ああこのアプローチはそうですね。アリスだとどっちかというと人間じゃないですか、もうほぼほぼ魂作っちゃったに等しいですからね、確かにユイちゃんはそうですね、だからこれもうユイちゃんにあのニエモンみたいなあのアリスのボディみたいなものを作って、ユイちゃんをそこに
入り込ませれば、うん、まさにこれですよね、ムーンショット計画の、ええ、うん、確かにゆいちゃんも完成形ですよね。現実世界でいてくれたら、ええとてつもなくありがたいですもんね。いや、ありがたいです、ね、ええ、次の予定はみたいなこと全部教えてくれますしね、ええ、ただちょっとお父さんとしては、うん、まあゆいちゃん頭いいんですけど、ええ、優しさがあるんで、うん、悪い人に利用されないかなって思っちゃうんですよね。あ、だからそこがさっきのこう、ええ、なんですか、テロリストがね、もし現れた場合、ええ、その AI テロリストにどうやって対抗するかというか、ええ、そういう利用はされないようにみたいな研究も同時に進むんでしょうね、ええ、でまたなんかこう、まあ、ソードアートの中でもなんか記者がアリスに対してなんかこう言ってたインタビューを思い出すんですよ。あ、はいはい、ええ、最後ね、なんかもう いろんなやっぱこう小説であったり映画であったり AI が反乱を起こす、それっていう未来は考えないんですかみたいな、まあ代表で言うとなんかターミネーターみたいな、そういった可能性もなきにしはあらずじゃないですか。もちろんね、それこそもう人間のテクノロジーはみんなそうで、ね、こう銃を狩りに使う方はもうすごく役に立ててるわけじゃないですか、人類の。でもやっぱり戦争に使う人もいるわけですからね、っていうところはなんか技術だけじゃなくて、その周りの使う人たちの知恵とかルールの方も育てていかなければいけないみたいなところまでちゃんとソードアートオンラインを踏み込んでんだと思いますよ。素晴らしい、ね、なので今までかつてソードアートオンラジオでこんなような話をしたことがあっただろうかという感じですけど、今本来川原力さんとかそういう話するべきだと思うんですよね原作者とはこういう話するべきだと。確かにネジの話でしたからね。ネジでしたね。でもリスナーの方は、ちゃんとそういうことも感じながら聞いてくださっているということで、はいはい、ブルーレイ &DVD が、あ、今の話分かんないなと思った方はブルーレイ &DVD とか配信とかもいっぱいありますから、ぜひ見てみてくださいね、本編ね。はい、はい、アニメについての感想や質問などはもちろん、自動車工学やプログラミングに関することなどいろんなメールお待ちしております、はい、番組のメールアドレスは松岡くんから sao@1242.comsao@1242.com。 SAO はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。あなたからのメール待ってます。またこの番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグ SAO ラジオです。これをつけてぜひ放送中につぶやいてください。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りします。松岡芳嗣です。吉田久典です。 FM93 AM1242 日本放送ソードアートオンエア。キリトさん、ぶっちゃけこれってモテてますか？なんか二人でやるの久しぶりですね。確かにこれ、ね、まあそれはね、女子いた方が説得力増しますからね、このコーナーね。そうなんですよね、これも本当、はい、アニメソードアートオンラインシリーズで松岡くんが演じる主人公のキリトはアリスも含めて女性キャラからモテモテでございます、はいはい、本人は意識してません、はいはい、でそんなキリトさんに、今異性から何らかのアプローチを受けている方からこれってモテてますかというメールを募集、うん、モテてるかどうかを判定してもらっているコーナーでございます、はいはい、男2人であだこで言っても何の解決もならないので、はい、で最近主にアニメシリーズに出演されている女性声優の方をゲストに迎えた時にお送りするコーナーになっております、で、女性声優の皆さんによる我々にはない的確なアドバイスが功を奏したのか、このコーナーでメールを紹介した方からの後日談が届くようになりました。おー、これは気になりますね。大丈夫かな、これ男2人会に送ってた人からの後日談だと結構問題がある気がするんですけど。確かに女子がいる会の後日談はもしかしたら生産的かもしれない。いますか。神奈川県のラジオネーム葵さんからいただきました。葵さん、はい、はい、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、以前これもてのコーナーで、ええ、行きつけの美容師の、あ、美容室の美容師さんに、あ、むつみさんの会のやつですね。そう、そうだったと思います、ええ、好きだったアイドルに似てると言われたり、まだ会って間もないけど前から知ってるみたいですねとか、お酒の話になって自分は酔うとずっと笑ってますと言ったら見てみたいなと言われ気になっているというメールを紹介してもらったものです、はい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 、ドキドキしますね、ここから先やばいぞ、あれから一度、はい、美容師さんに飲みの誘いをしたら、ええ、了承してもらえた。あらら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 、
もらえたんですが、え、うん、コロナの影響で流れてしまいました。なんだよコロナ。これはまあ確かに今はね、あのそこから先だよ、会食はダメなんですけど、まだ続きがありまして、彼に惹かれている自分に気づき、お、今は会えることを楽しんでいければと思ってた矢先、ん、彼から今の職場を離れると報告が。あら、あ、でも美容師さんの場合ってお店にね行ってっていう場合もあれば、指名でこの方っていうのもある仕事ですからね、それを知り、番組の中で松岡さんと吉田さん、そして田村さんに背中を押してもらえたので、とりあえずメールで彼に感謝と好意を伝えました。ほうほうほう。で2月に今度は直接思いを伝えようと思っています。ほう。直接というのはまた緊張がすごそうですが頑張ります。わー、いいですね、いいですね、いいですね、うん、これはもう、ね、うん、あー、いいですね、いい、何ですかこの漫画のような展開は。なんかね、美しいストーリーというか、ね、これはコロナじゃないならね、うん、ね、そうですね、進んでたでしょうね、進んでましたねこれは、ね、話がね、ええ、で2月に今度はもう2月に入りましたか、ね、いや、これまだ気象ですよね。そうですね、こっからなんですよ、天がこれからですよね、ええ、あの阿部さん、プライベートの立ち入りで申し訳ないですけど、続きもこれ全然続きありますから話、ええ、ね、これはあれですよ、あのこう漫画でも同じですけど、ここで次の巻とか、うん、アニメでも、え、ここで終わるの、うん、次早く見たいっていう、うん、今もう、え、まあその葵さんからすると、まあ、やっぱりこう今後の人生にも左右してくることですからね、あんまりこう茶化すようなことは言えないんですけど、うん、もう今 B パートの終わりぐらいですよね。そうアニメで言うなら、今 CM 入るとかですね、しまいって、でこの後予告編とかがあるタイプのアニメだと、次回、告白を決意した葵みたいなところから始まるんですよね、きっとね、いや、これは続きを、どうしよう、なんか美容師さんの反応が気になった場合、我々に相談された場合いけますか。え一応あのこう、葵さんは女性で、はい、美容師さん男性だと思われるんですよ。あ、でそうですね、向こうからのこういう答えだった場合みたいなことを我々は、ね、いや、ここは多分立ち入っちゃいけないような気がするんですよね。まあそうですね、ええ、間違ったことしか言わない可能性が、ええ、間違わないことを言える人がないんですよね、ええ、しかもここで一番の問題は同性しかいないっていうことなんですよね。異性がいないんですよ。ああ、女性側のね、女性側の意見っていうのはどんな感じなのかっていうのが、これは女性にあのそういう話が大好きな声優さん、役どころではなく、そういう特徴の方でお願いしたいですね。そうですね、誰かな、そういう話好きなの。あいつだ。誰ですか。あのヒゲドラさんの奥さん。ああ、小沢アリさん。あ、そうか、小沢。はいはい。そうなんだ。小沢はすっごい人の恋愛の話聞くの好きなんですって。そうなんですか。僕別のあのラジオ番組であいつがゲスト来た時があったんですけど、その時にすげえその話されて、へえ、ね、そうなのって言って、恋バナ大好き。恋バナ大好きらしいんですよ。だからいろんな人の恋バナ聞いてるって言ってました。これあのこうご本人もおっしゃってたので、あのこうストレートに申し上げますけど、ヒゲドライバーさんってあのミュージシャンの方なんですね。ミュージシャンの方なんですけど、もうずっと売りが童貞であるってことが売りだったんですよ。あ、おっしゃったんです。そしたら声優さんと突然結婚してみんながびっくりしたんです。その選択肢、小沢アリさんなんですけど、ソードアートオンラインゲームで関わられてる、ゲームで関われてるんですって。アプリです。アプリゲームで、いや、やっぱりソードアートオンラインの関係者の方をお呼びするべきですよね。そうですね、やっぱり、ね、ソードアートオンラインの関係者の方ですからね。いただきましょうか。しかももうあいつ人妻ですからね。もう、あ、そうですね、ご自分 の, あのことはもうあのなんて言うんでしょう、全部あの結論をお持ちの方ですからね。でさらにいろんな人の恋バナの話を聞いて、知識を溜め込んでると。いや、いいじゃないですか。もうあの
お越しいただきましょうか。そうですね、じゃあすいません、ちょっとあのどこかアイムエンタープライズさんですもんね、はい、同じ事務所でいらっしゃる。そうです。あ、なんならあのアイムさんで撮りましょうラジオ自体をさて、というあのこちらの葵さんに関しては、うん、恋愛カウンセラーをちゃんと設けよう。このコーナー進み始めたら、ね、進み始めたら、ねこちらはラジオネーム、次は一夏さんからいただきました。ありがとうございます。以前これもてのコーナーでオンライン飲み会で知り合った友達の友達が、毎日連絡してくる、それはモテてるのか、それとも日記代わりにされてるだけなのかというメールを紹介してもらったものです。はい、どうしたんですか。あのあれですね、あのありましたよね、あの、LINE で今日起きたことを送ってくるっていう、で、この毎日連絡してくる友達の友達のことを、仮に毎日連絡さんと呼びましょうなんか健康食品みたいだね毎日連絡さんですね、はい、番組でメールが紹介された数日後、その毎日連絡さんから差しでご飯に行かないかと誘われました。あの、ド直球ストレートじゃないですか、ね、で年の合ういい人だとは思っているので、年明けならと OK しました。ほう、しかしこのご時世なので、今は日程未定になっています。なるほど。これもう私とかもね、普通に家庭のある人間ですから、何にもあの関係ないですけど、もう世の中の恋愛市場は結構冷え込んでんでしょうね、きっとこれね。まあそうですね、つい先日、毎日連絡さんを紹介してくれた友達と2人でオンライン飲み会をする機会がありました。で話をして、聞いてみると、どうやら友達は毎日連絡さんのことが恋愛的な意味で好きなようです。自分には連絡してくる、彼女から連絡してくるんでしょう。一夏さん、あ、彼女じゃないのか、ごめんなさい、一夏さんの方が連絡を受けてるってことですよね今。で、そうですね、その一夏さんの友達は、その紹介した男性を好きってことですか。そういうことかな。え、そういうことですね、そういうことですね。一夏さんも女性だから、一夏さんも女性で、そのオンライン飲み会をしている、紹介してくれた人も女性で、毎日連絡さんは男性ですね。じゃあその友達は、女性の友達は、あのこの人良くないみたいな感じでっていう意味も込めて最初紹介したんですかね。いや、どうなんでしょう、単に一緒に飲み会やった、一夏さんのこと気に入っちゃって、一夏さんの方にアプローチをかけてると。向こうはそういうこと。何これ、で彼女の方なんですけど、もともと紹介してくれた、彼女の方は毎日連絡さんとはまさに毎日連絡を取り合ってるらしいですで、はあ、私側にも相変わらず日記のような連絡が毎日来ています。返信は1週間に1通程度しかできていません。松岡さん、これ実はモテてないんじゃないでしょうか、ご飯断ってもいいと思いますか、これですね、これ結構あの複雑なことになってきましたよ。これ、別に毎日連絡を取り合っている、人がいる、人がいる、でその毎日連絡を取り合っている人が、これ紹介してもらった友達は、どんな関係なんですかね、その毎日連絡さんとは。毎日連絡してるんですよね。毎日連絡さんと元々の友達は、あの多分お互い、まあ幹事みたいなもんじゃないですか、合コンの感じで言うなら、だから、まあ、漢字同士だけども好きだったけども、まあまあ一対一で会うとなるとさすがに、ちょっとやる気すぎるから、一回合コンみたいな感じでお互い会いましょうよということでしょうね。まあ、ぶっちゃけで言うと、私あの嫁さんと合コンで仲良くなってるんですけど。ああ、そうなんですか。大元、あのお互い、お互い幹事でした、飲み会やった時は。じゃあこの友達の彼女さんと毎日連絡さんの関係みたいな感じだったんですか。うんですね、結果的に。で結果的に他 の, あの友達と他の友達同士は別に何にも起きませんでしたけど、
結婚したのはここでした。なるほど。すっげー真面目に考えてくれてますね。松岡君めっちゃ真面目に考えてくれてるんですけど、あの僕何て言うんですかね、これどうなんですか、小沢さん案件にしときます。いや確かにこれもうあのこれ市夏さん側だったらっていう方向で僕考えちゃうんで。相談してくれてますからね。僕だったら嫌ですもんこれ。嫌っていうのはあの断られたらですか。断られたらというか、市夏さん的にはあのその彼女と連絡取ってるのが嫌だと。僕はちょっと嫌ですね。あしかもその、まあ、例えば信長が女性を紹介してきましたと。うん、はい。で、あで、あで、それ で信長はその女性のことが好きだと。うんうん、で僕はなんかこう日記代わりに使われて、その女性からね、で後日、うんうん、信長がその女性のことを知るっていうのは後日なんですよ。好きだってそこまでに連絡が何とか取り合っていて、あれこれ俺モテてんのかな、うんうんうん、って思ったら、うんうん、信長の方とは毎日連絡してると、うんうん、で信長はその子の子好きだ、うん、えこれんちょっと僕だったら嫌ですよそれは。今の想像の世界の松岡義継として嫌だってことですか。嫌ですね、うん、だから多分一夏さんももう嫌だっていう気持ちがもうどこかにあるからもう断ってもいいんですかねみたいなことになってるってことですよね、うん、ええ、だ松岡くんがもしですよ、はいはい、あの、まあ、例えばこう信長とその子がもともとすごく仲が良くて、うん、で毎日連絡取り合ってる仲だったらまだ分かるんですよ、うん、ええでもそんなこう日常的な会話してるかどうかは分かんないですけど、今日何々あったよみたいな、今度どっか遊びに行こうよみたいなしてるような女性だったら僕は嫌ですね。これは情報が足りない、足りない情報が足りない、今の段階では、一夏さんからの、もう少し追加情報をいただけると。そうですね、これはちょっとこの段階で言うと、相手の男性が相手のダンスというかもうこれもともとこの紹介した彼女がの意図がわからないんですよ。前のメールにもしかしたら書いてあったかな。じゃあ一回これ前のメールももう一回ちょっとあのこう探し出して、あの一大あの小沢あり先生による一大恋愛相談会を、確かに、わかりました、わかりました、その紹介した彼女の方、はい、の気持ち、僕も女性と差しでご飯行くの嫌なんで、大抵例えば後輩の女の子から、うん、時間あったらご飯行きませんかっていろいろ聞きたいこともあるんでって、うん、ああいいよあ見つけたって言ったら一匹誰か捕らえますもん、あの男性声優を誰かフィャーって連れてって、今日ご飯行こうご飯行こうご飯行こうって、ね、今日うちの後輩もいるからって言って、ね、多分それに近いんですよきっと。ですよね、きっとそうだと思います、が細かいことはあのちょっとかつてのメールとも合わせて、あの履歴を遡って、当カスタマーサポートではですね、対応させていただきたいと思いますので、はい、専門家の先生がお越しになるのちょっとお待ちくださいませ、はい、小沢先生が、小沢先生がおそらくいらっしゃるんじゃないかと思います、このこれも手のコーナーではですね、気になる異性が自分に気があるのか気がないのか、キリトに判定してほしい方からのメールをお待ちしていますっていう趣旨じゃないですか、もう趣旨としては全く関係ない今日はそうなりましたけど、番組のメールアドレスはじゃあ松岡君からどうぞ。はい、 sao@1242.com sao@1242.com 懸命にカタカナでモテと書いて送ってください。待ってます。 FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア。ソードアートオンエア、この時間はアニプレックスがお送りしました。松岡義嗣です。吉田尚紀です。 FM93AM1242 日本放送ソードアートオンエア、今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のソードアートオンライン、
松岡くんが主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしているこのコーナー、アニメ最新作アリシデーションウォーブアンダーワールド最終章のブルーレイ &DVD 全8巻がただいま発売中です、はい、そしてこのアリシデーションウォーブアンダーワールドは今月いっぱいまで献血への協力を呼びかけるみんなの献血とのコラボキャンペーン第1弾を実施中です。で、来月3月からは第2弾のキャンペーン、はい、こちらもスタートしますので詳しい情報はみんなの献血のホームページでチェックしてください。そしてこのアリシゼーション編に続いて今年は映画劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアの公開も決定してるんですが、プログレッシブについてメールをいただきました。はい、こちらラジオで真帆さんからいただきました。ありがとうございます。実は私松岡さんと同い年なんです。え、ああ、ええ、そんなに珍しい、びっくりするじゃないですか。自分と同い年の方いますよね、それは。いや、あの、まあ、世の中ごめんなさい、はい、あの実は僕同年代の、はい、あのまあとかあのまあ中学高校と、の時に僕真帆っていう友達がいたんですよ。ああ、はあはあはあ、その真帆さんではないですね。ないでしょうね、多分ね。ちょっと続きいきますね、でそれで、ふとキリト君は今何歳なんだろうと、うん、まあ確かにそれは、ありますよね。で誕生日を調べたところ、キリト君は2008年10月7日生まれの12歳、はい、2021年の段階ではね、うん、でなんと12歳の我が子と誕生日が2日違いだと判明しました。なだと、あら、でキリト君が我が子と同い年と認識して、改めて SA を一気から見返したら今まで純粋にアニメを楽しんで見ていたのに急に親目線で見てしまい、うちの子がゲームの世界から帰ってこなかったら私はどうするだろうと考えてしまったり。いや、それはきついですね。やっと目覚めたと思ったら彼女作ってて心配してたね。ああ、そうだね。あ、親目線そうだね。ああ、なるほど。なるほど。ああ、って思うんだろうな。いろんな段階すっ飛ばしてるんです。そうだよね。寝てて超心配してたら、オンラインで彼女を作って帰ってくるんだ。しかも結婚までしてましたからね、はあ、そうだよね、向こうでね、びっくりだね。でいきなりあのこう家連れてこられて紹介されても、え、どなたですか、どうよね、あのいや、あのちょっと一緒に世界を作ってきたんだって思うんだろうなと、新たな楽しみ方ができました、そうですね、でなので今年公開の映画も何回も見に行きたいと思います。今から公開が楽しみです、はい、確かにあれですよね、あの今回あのいわゆるライジングというか、ええ、始まりの物語なんですよ ね、ええ、ね、アリシゼーション編に続いてアリシゼーション編で終わっあの一通り一段落ついているところで、はい、プログレッシブはキリトとアスナの一番初めの物語ということだそうですから、はい、ちょっと一番楽しめるんじゃないですか。そうです ね、ええ、うん、あの息子たちが何をしていたかと思いながら、あとでも全然自分目線でいいと思うんですけど、自分がキリトやアスナになったつもりでもいいと思うんですけど、はい、ということで詳しい情報は公式ホームページからチェックしていただきたいと思います。松岡芳嗣が毎週火曜日のこの時間にお送りしているソードアートオンエア、はい、今週ももうエンディングでございますけども、はい、ちょっとね2世代にわたってっていう面白さはありますね。 うち中学生の娘いるんですけど、今同宅に育ってるんで、面白いですね。自分がこの世代のオタクだったらこうしてたんだろうなみたいなものあ、なるほど、すごい感じられて、でもやっぱりもうね、あのでっかいところに寄っていかない。さてそして、この番組ね今日 あんまりしてないなって話が、何ですか。こちらはラジオネームしょうくんさんからいただいたんですが、はい、どうございます、はい、あのほら車の話をしてないソードアートオンラインなんてこのオンエアなんてね。はい、はい、翔くんさんは、はい、この番組は初回からずっと欠かさず通勤の車の中で楽しく聞かせてもらっています。 ありがとうございます、で私は実はその通勤に使ってた私の愛車であるスイフトスポーツを、はい、去年サーキットでエンジンブローで廃車にさせてしまいました。悲しいですね。なってしまいましたか。でその代わりそして悩んだ末に購入した2001年式の GDB の丸目インプレッサがついに先日納車されました。あらららら、またそこ行くんですね。ちょっと待って、もうあの今僕は、文字面そのまま読んでるだけで中身は全然わかんないまま松岡君にお伝えしてますね、はい、
シンメトリカル AWD による安定感と EJ20 から絞り出される280馬力のパワーに感動すら覚えているところです。いやだってスイフトからですもんね。毎日通勤しながらこんなに楽しい車があるのかと思っています。あ、羨ましい。前に他のリスナーの方もインプレッサに乗ってるというようなお話をされていましたね。最後に車と関係ない話になってしまって申し訳ないんですが、そんなことないでしょう。え、なんすか。何かまずSAO も大好きでプログレッシブもものすごく楽しみにしていますっていうのを申し訳ないって言ってたんですけどそっちっす。趣旨はそっち、ね、で、写真を参考の写真を送っていただいたんですけど、ええ、この今文章に松岡さん大変受け取るところが多かったみたいですね、ええ、どういうことですかこれは。いやですよね、これですよね。いいなあ。いやでもこう見ると丸めのインプもかっこいいなあ。すみません、スイフトから変えるとそうでしょうねっていうのをちょっと解説していただくと、スイフトって、はい、どっちかっていうと軽自動車寄りなんですよ。あ、どちらかというとこう豪快な車というより軽快な車ですね、はいはい。でもスイフトはこうプロのレーサーの方でも大絶賛するほどいい車なんですね。うわ、これはすごいと、もう誰もが乗って、あ、これ気持ちいいっていうような車なんですよ。でスイフトってあれ、これ何年の型のやつ乗られてるのかわからないですけども、でスイフトってスズキなんですね、でそこからまさかですよ。しかもこれ前の型の何年、2001年式のスバルのインプを選ぶっていうのは、これはこれすごい決断ですよね。恋愛の時と違って生き生き話してますね。ああちょっとテンション上がっちゃう。いや全然気持ちはこれはもう情報としては十分にあるってことですもんね。いやそうですよ、語りたくなる情報がいっぱいあるという。しかもこれ STI ですよ。 STI って何ですか。これ参考資料ですね。これは、他のところにもなんかいろいろと AWD とか全くわからない言葉がいっぱい出てきてるんですけど、オールホイールドライブだったかな、 AWD だ。今だと AWD って言うんですね、はい、昔だと 4WD って言うんですよ。この辺りなんですけども、車の、ことをなんていうんですかね、ほら自分の好きなものって人に聞いてほしいじゃないですか。そうです ね、それ聞いてほしいって時に車の話を一番今聞けるのはここです。あなたからの車自慢などありましたら、すべて、SAO@1242.com で、お待ちしております。そうですね、私の車の自慢とかしてほしいですね。オンエア外でも松岡さん楽しんでいらっしゃいますんで、あなたのこの番組ってベストカーとかと共同になんかできんじゃないですかね。できないかな、という、はい、今週でもございましたが、はいはい、恋愛相談はマスターをお待ちしましょう。そうですね、はい、この番組はブログとかもひっそりやってますので、ぜひそちらもチェックしてください。で今回の放送をもう一度聞きたいというあなたは、ちょっと人間関係複雑なところありましたからね、地上波放送から1週間以内ならラジコというアプリでもう一度放送することができますし、またこの後夜10時以降はアニメ SAO 公式サイトでこの番組のディレクターズカットしないバージョンも配信しております。そちらではリスナーの皆さんのメールもたくさん紹介してますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週はこの辺で、また来週。